さあ、兄さん、ガメセンテル総集編でございます。イエイ。もう総集編の総集編ということで、兄さん、1年間お疲れ様でした。頑張ったね。頑張りましたね、うん、何タイトルぐらいやったんだろうと見てみたらですね、もう数えきれないぐらいの、もう40タイトル以上ということで。あ、そうなんだ。はい、ゲーム相当やってますね。どのぐらい覚えてるかわかんないんですけど、まずロックマン2、はい、ロックマン3、はい、ドンキーコング、はい、マリオブラザーズ、はい、スマッシュブラザーズ、はい、あとスマホのゲームでは、はい、三国志映画と、三国志映画と PS I Love You です。 PS I Love You、はい、うん、あってね、はい、で、あとマックスが来た時にやったやつが、はい、あれなんだっけ、モンスターストライクですね。あ、有名なやつだよね、はい、あとはあとクライシスコアもやりましたね、ファイナルファンタジー。あったね、はい、あとクニオくんシリーズ、クニオくんシリーズをやりましたね。ドッジボール、ドッジボール、ドッジボールドッジボールしか思い出してない。ドッジボールと、はい、サッカーと、サッカー、あとなんかよくわかんない物語みたいなやつもあったよね。そう、熱血物語というのとですね、時代劇だよ、全員集合。あ、そう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 、はい、時代劇でいうと五右衛門もやったよね。五右衛門やりましたね。車のゲームは、はい、あ、マリオカートもやったね。マリオカートやりました。で、なんかあの機械に乗ってやるやつもやったね、はい、F1 2014 ですね。あと兄さんの好きなグランツーリスモです。あ、グランツーリスモね、はい、やったね。あとお前の携帯で課金ばっかりしてたやつもあったよね課金ばっ、まあほとんどのゲームで課金ばっかりしてましたけどねグラディウスやったっけ。グラディウス、グラディウスはやりました。あとゼビウス、ゼビウスやりました。シューティング系は、はい、グラディウス、ゼビウス、あ、ツインビーやったっけ。ツインビーもやりました。ツインビーやったよね、はい、やりました。あと釣り、釣りです。ゲットバス、あとスポーツチャンピオンですね。スポーツチャンピオン、ウィースポーツクラブ、あとはあとなんだろう、ホラー系です。んホラー系が青鬼でしょ、青鬼とバイオハザード、バイオハザードですね。それぐらいじゃない、ホラー。ホラーはこんなもんですね。あれです兄さん、アクション、横スクロールアクション系結構やってます。ファミコンのロックマンみたいな、ああいう横スクロールのアクション結構いっぱいやってます。そんなんやったっけ。結構やってます。例えば悪魔城ドラキュラ、あーあー覚えてるよ。あと覚えてるかわかんないですけど、魔界村っていうのがあったんですよ。あああと子供ゲームでしたけど、ワギャンランドっていうのがやってますね。しりとりしたりする。あ、それ覚えてるね。あとサルゲッチュ、猿捕まえてる、ね、あー、それもやったね、はい、あとはストリートファイター2、鉄拳。あー、お前が強かったですねいや、そう、あとみんなのゴルフ、ミンゴルやりました、海外で。あー、海外でやったね、はい、腕立てばっかりしてたっていう。それからですね、エレベーターアクション。あー、エレベーターアクションだね、はい、新しいやつだ。そうです、デラックスですね、はい。あとは兄さん絶対忘れちゃいけないのがスペランカーですよ。あ、そう、スペランカーどこ行ったんだ。海外に置いてある海外にセーブデータが置いてあって、スペランカーやりたいのに。いや、あれ面白いですね。 あと縁日の達人とかもありましたね。ああ、あったねありました。縁日の達人、バットマン、ご当地鉄道。あ、バットマンやったね、はい、ご当地鉄道面白かったね。面白かったですね。いや、特に印象に残っているベスト3を挙げるとするならば何でしょうか。まあ、1位、1位、もうこれはね、群を抜いてゲットバスだね。ゲットバス1位、はい、ゲットバスが1位、群を抜いて、これはもう群を抜いてゲットバスが1位、はい、はい、うん、これはもう終わってもやりたい、プライベートでもみんなでやりたいような、みんなが集まってる時に、はい、やりたいよね。やりたいですよね。なんかね、面白かった。面白いですよね。面白かった。なんだろうな、一番笑ったのは、はい、死ぬほど笑ったのはやっぱりあのマリオじゃない。マリオ、うん、マリオ笑いましたね。マリオ死ぬほど笑った。ニュースーパーマリオブラザーズ U、うん、もう途中でなんか涙が出るぐらい笑ってたこんなに面白いんだと思って面白いですね。あの2人でやるとこんなに面白いんだと思って。いや、あれは相当面白かったですね、うん、あとは、はい、やっぱゲームとして、はい、青鬼はやっぱすごいなと思って、ね、青鬼ですね、うん、
あんなにシンプルな作りなのに、はい、あんなに怖いなと怖いと思うんだと思って、じゃあいいゲームだと思う。いやそうですね、うん、いやすごいですね。またこういう画面戦みたいな企画があったら兄さんどうでしょう。いや全然やるよ。お僕はあの画面戦って好きだしね。おお画面戦が好き。画面戦いいよね。いやいいですね。ありがとうございます。そしたらですね、次にですね収録内で、兄さんにいろいろ使用していただいたこのネスレさんのマシンとかですね、うん、こちらについて振り返ろうと思うんですけど、兄さんこのマシン、ネスカフェゴールドブレンドバリスタタマというシリーズなんですけど、これ飲んだ瞬間に美味しいって言ってましたよね。すごいね。ちょっと舐めてた舐めてましたよね。舐めてた、うん、あのはっきり言って舐めてた。すごいね、本当ね、はい、いやすごいですよね。すごい技術の進歩ってすごい。すごいですよね、うん、この他にネスカフェドルチェグストミニミー、これはあのカプセル入れるやつですね。あパコッですね、はい、うん、あれもいろいろカプチーノも作れたり、うん、抹茶ラテとかも作れるということで、いやすごいね。アイデアもすごいですよね。なんかもう、はい、味にこだわってんなって思うよね。僕あと感動したマシーンがあのスペシャルティーというあのアールグレーとかを作るティーマシーンですね。あれねすごかったですね。あれはやっぱりあのなんかそのカプセルによってちゃんとお茶の温度をお茶に注ぐ温度とかを全部コントロールしてるらしいんですよね。もうすごくない？いや凄まじいと思います、ね、一番美味しい温度を解析してるみたいですね。すごい話だよね。だって普通の人が入れる時でもそんなこと誰も考えてないもんね。考えてないですね。そして兄さんの大好きなペリエです。はいはい。これはもうプライベートでもガブ飲みで消費量は多分兄さん多分僕日本で一番だと思うね日本で一番飲んでますよね。はい、あのねペリエはね僕が日本で一番飲んでる確実に僕近くにいて見ててもそう思いますからね。じゃあそんなあの、まあ、基本的に食品会社のネスレさんじゃないですか、うん、ネスレさんがこのまさかの兄さんとゲーム実況を1年間コラボするという企画だったんですけども、まあ、この取り組みに兄さんはどう評価してるかというか。いやすごいなと思うよ、うん、だってぶっちゃけなところ、はい、関係ないじゃんって思ってる人いると思うし、はい、通常の考えだったら、はい、普通はやらないよね。まあやらないですよね、うん、でもそれをこう面白いねって言って、うん、やろうよって言える、はい、そのネスレの、 その姿勢、はい、その先に先に行こうとする姿勢っていうのは、うん、それはすごいと思うよ。またぜひ何か一緒にやれればいいですね。もうそうだね、はい、いやでも本当に7月1日から今日まで1年間きっちりやりましたけども、感想でもいただければ。毎日放送っていいよ。はい、うん、うん、続けられるから毎日いろんな意味でこう情報をね。いやでも兄さん本当にあの1年間僕も一緒にやれて本当に楽しかったです。僕は楽しくなかったよ。いやいやいや楽しかったですよ僕は。いやいや、それはお前の感想であって、はい、僕の感想はまた別だから。あれこの片思いな感じ最後ブラザーズにはなれなかった感じのですかね。スーパーマリオブラザーズみたいな。いやお前だからマリオブラザーじゃん、はい、でいいじゃん普通じゃないんだ一人あれそれはなかったんですね。いやでも本当に365日毎日放送、ついに1年間のラストの日が来てしまい、僕はもう悲しくてしょうがないんですけども。あ本当、はい、そうか僕もちょっと悲しいな。兄さんもサングラスの下は涙でもう本当に最後の最後になりますが、皆さんにお別れの挨拶をお願いします。1年間ガムセンテルをこよなく愛してくれたユーザーのみんな、本当にどうもありがとう。これでやっとなんかホッとしてるかな。でもこれまたなんか
チンガムセンテルとか出てきたらちょっと引くよ僕ロックマン3が出てきた時みたいなチンガムセンテルとかで書いてあるんだけど実はガムセンテルまだ続きやってますみたいな一緒じゃねえかよくウルトラマンとかでよくあるパターンですねキャラクター全部引き継ぎみたいな帰ってきたガムセンテル帰ってきたガムセンテルは怖いな怖いねガムセンテルリターンズとかガムセンテルオリジンとかいろいろできますからねやばいな、はい、まあまあ次にもし何か番組をやることがあったら、はい、またみんな見てくれると嬉しいね結構面白いことをやりたいしねこんなことやってほしいとかってあったらちょっと聞いちゃおうかな、うん、ありがとうございます次に会う日までアディオスということでレスレプレゼンツラクタナゲームガムセンテル1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。